どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、こちらのですね、外貨決済手数料のほぼかからないレボリュートカードがですね、とうとうメタル化ということで、先日の動画でね、解説させていただいたと思うんですけども、やっとね、手元に到着いたしましたということで、ちょっとね、どのぐらいね、個人情報になってるかよくわかんないバーコードがたくさんあって、ちょっとね、見苦しい姿になってしまったんですけども、本日ね、この黒い封筒で到着したっていう感じなんですよね。ですんで、まあこれラベルね、貼られちゃってるんで、まあ本来はこの黒い封筒でね、届くっていった形になるんですけども、ラベルががっつりね、白いのが貼られてるんで、まあデザインとしてはね、普通の黒い封筒で今回ね、到着するみたいなね、こういった形になります。で、前回ね、このカードが届いた時は、まあ非常にね、おしゃれな左右にね、開くようなね、カードで、今回ね、どんな感じになってるのかね、結構楽しみなんですけども、まあひとまずですね、封筒はね、こんな感じになっております。で、今回このレボリュートカードね、金属製ということで、まあ、どういったね、金属になってるのか、まあ音とかね、手触りとかもね、まあ言葉とね、映像にはなってしまうんですけども、まあ気になってる方もね、いらっしゃるかなというふうに思いますので、今回ね、こちら開封とね、レビューね、していきたいと思います。で、合わせてですね、まあついでって言ったわけじゃないんですけども、エポスのね、JQ エポスのゴールドカード、こちらもね、到着しましたので、こちらもね、後で一緒にね、開封していきたいと思います。ということで、開封ね、実際やっていきましょう。で、このね、レボリュートの金属製のカードはですね、月々1980円、もしくは年間19800円ね、支払っていただくと、この金属製のね、カードが利用することができるっていった形になります。で、前回ね、詳しい内容ね、解説させていただきますんで、詳しい内容はね、そちら見ていただきたいなと思うんですけども、先日ね、カードの発表があってすぐね、申し込んで1月の28日の金曜日にですね、こちら到着したっていった形になります。で、私はですね、DHL っていうね、海外系の発送会社なのかな、宅配会社なのかな、ちょっと詳しくは分かんないですけど、そちらでね、届きました。で、ちょっとね、場所とかによってね、ちょっとタイミング、私は28日に受け取りましたけども、今日ね、受け取れてないっていう方も中にはいらっしゃいましたので、まあ、もしかしたらですね、まあ、今週中ぐらいにはね、届くんじゃないかなと思うんですけども、はい、そんな形になっているそうです。ということなんで、まだ届いてない方もね、楽しみにしておいていただきたいなと思うんですけども、早速ね、開封していきたいと思います。で、こちらね、開封する前になんですけども、今回ですね、このね、メタル会員っていうのが登場して、まあ、すぐね、申し込んだんですけども、こちらのカードもね、今日一緒に到着いたしまして、こちらね、プレミアムカードっていう、月間980円のね、方で頼める、カードがですね、こちらもね、到着したんですよ。で、これね、私なぜかわかんないんですけど、これも無料で発行できたんで、まあ、今回ね、こちらもね、発行させていただきました。ということで、こちらはプラスチックのね、カードっていう風になってるわけなんですけども、またね、このオリジナルのね、レボリュートとまたちょっと違う感じのね、券面になっておりまして、こちらもね、かっこいいですよね。はい、こちらも発行させていただいて、このね、名前はね、ここに印字があって、で、ビザのね、印字もここにあってですね、番号はね、全部裏にね、書いてある感じになるんですよね。非常にね、かっこいい感じのね、デザインになってますよね。で、こちらもね、今日届きました。はい、ということで、こちらのね、金属製のカード開封していきたいと思います。後ろにね、ペリペリがついてますんで、開封していきましょう。よいしょ。はい、ということで、開けます。いきます。おー、こういった紙、あ、こうか。はい、レボリュートっていうね、感じで記載がありますね。はい、では開けましょう。どんな感じになってるのかな。ちょっと個人情報がね、書いてないかだけちょっと見ますね。表に。多分ないと思うんです。あ、ないですね。はい、ということで開けていきましょう。じゃあ、この紙は何なんだろうな。あー、これはね、後でやりますけども、このね、レボリュートっていうのは、まあ、持ってる方知ってると思うんですけど、有効化しないと使えないんですよね。ですので、有効化してくださいっていう紙でしたね。では、開けていきましょう。金属製のカードは、ちょっと待って、カードどこにあるんだろう。あ、こっちだ。すいません。はい。ということで、ちょっとね、ちょっと凹凸のある感じの紙なんで、うまく写ってないかもしれないですけど、はい、こんな感じになっております。カードだけ行きましょうか。いや、これあれですね。
外した方がいいですね。外しましょう。よいしょ、失礼しました。ちょっとね、印字がですね、非常になんていうんですかね、おしゃれな印字になってて、文字がね、多分カメラだと読み取れないんですけども、メタルディスカバーアンティメットパワーって書いてありますね。はい、ちょっと意味はよくわかんないですけど、まあここにね、メタルっていうね、印字がされております、紙に。で、まあこういう感じになってるんですね。はい、ちょっとなかなかね、うまく開けない感じですけど、こんな感じになってます。ということで、外します。よいしょ。おー、どうでしょうか。はい、件名はね、こんな感じになっております。いやー、いいですね。あー、手触りもいいですね。いや、これはいいかもしれない。あー、そうですね、まあ金属、これはですね、これはもしかしてどうだろうな、どうでしょう。うん、まあ、とりあえず剣面から見ていきましょうか。はい、こんな感じになっておりまして、私はね、今回ゴールドっていう色をチョイスしております。で、カラーはね、スペースグレーとブラック、あとラベンダーとローズゴールドということで、結構ね、種類があるんですよね。私も迷ったんですけども、まあ、ちょっとゴールド行ってみようということで、ゴールドにしてみました。いかがでしょうか。どうでしょうか。結構ギラついてますかね。どうだろう、ちょっとね、カメラ越しで映ってる映像は私まだ確認できてないんで何とも言えないんですけども、まあ、そこまでね、めちゃくちゃゴールドゴールドしているゴールドではないですね。もっとね、ギラついてる感じで、もっとゴールド色強いかなと思ってたんですけど、まあ、そこまででもない感じですかね。で、印字はここに名前が入ってビザで、左上にレボリュートと IC チップっていった形ですね。はい、こんな感じになっております。限界までですけど、ここら辺で大丈夫ですかね。ピント合ってるかな。はい、こんな感じになっております。ちょっとね、裏面もお見せしたいんですけども、番号が入ってますんで、ここだけ隠しますね。はい、ということで隠しました。多分これで大丈夫だと思いますね。裏面はね、こんな感じになってます。よいしょ、ここまで寄って映ってますかね。こんな感じになってます。で、このね、テープのところに番号と有効期限、あとね、フリックマークがここにありますね。Wi-Fi みたいなマークですね。それがこちらに、はい、そうですね、ここら辺に印字されている感じになります。でね、このなんていうんですか、このスライドのところって、まあ今までね、黒いやつが多かったと思うんですけども、あ、これですね。これ大丈夫かな。ここ、あ、ダメかダメですね。ダメです。ちょっと裏見せちゃうとね、番号が見えちゃうんで、よいしょ。こんな感じでね、黒い部分がありますよね、本来ね。このね、黒い部分が、このね、銀色になってる感じなんですよね。いや、これはね、非常にかっこいいですね。いや、これはいい。うん。いや、これはかっこいいですね。まあ、ゴールドはね、もうちょっと強いかなと思ってたんですけども、もうちょっとギラついててもよかったなと思うんですけど、これはこれでね、かっこいいと思います。いやー、どうでしょうか。はい、レボリュートの金属製のカードはね、こんな感じになります。いや、いいですね。で、気になるところはですね、こちら 18g なんですよね、レボリュートのね、金属製のカードが。で、こちらね、アメックスプラチナ、よいしょ、こちらね、アメックスプラチナの金属製、これね、持っている感じだとアメックスプラチナの方が若干重いですね。うん、なんかもしかしたらね、同じ感じか、もしくはね、このレボリュートの方がもっとジャラジャラしてる感じがするのかなと思ってたんですけど、アメックスプラチナの方がね、はい、持ってる感じだとね、重みはね、こっちの方が重いかなっていうところですね。うん、このレボリュートにね、今テープ2枚つけてますけど、それでもアメックスプラチナの方が重い気がしますね。ということで、あとはね、音ですよね。どんな感じなのかっていうところなんですけど、これはね、こっちアメックスプラチナです。うん、音的にはね、同じ感じですかね。うん、もうちょっとね、鉄なんですか、もうちょっとね、金属製っぽいする音するかなっていう感じだったんですけど、そうでもないですね。ちょっと落としてみましょうか。
今のがレボリュートの音ですね、金属製の。次はアメックスプラチナ行ってみます。どうでしょうかね、これはちょっと聞いてみないと何とも言えないですけども、レボリュートです、アメックスプラチナ。ということで、このねレボリュートカードの方のこの金属っぽい感じのもですね、アメックスプラチナとかアメックスビジネスゴールドとかとねちょっと似てる感じですかね。もうちょっとねジャランジャランみたいな感じでね聞こえるかななんて思ってたんですけども、まあ、今回のレボリュートのカードの金属製はねこういった感じのね素材になっております。いや、もしねなんか気になることございましたらですね、ぜひねコメントいただければなと思うんですけども、まあ額面としてはですね結構かっこいいですね。他の色もね実際に見てみたくなりますね。はい、ということで今回ね、レボリュートカードの金属製ね発行されましたので、開封とねレビューしました。で、あの先ほどね冒頭にも言った通り JQ エポスのねゴールドカード、これもね一緒にねレビュー開封していきたいと思います。このね JQ エポスのゴールドカードは ANMI の還元率ね最大 1.75% をね誇る還元率を出せるねカードっていう風になってますんで、まあ、100万円までですけどね、かなりおすすめのカードっていう風になっておりまして、私のね一時期メインカードにもなってたんですけども、まあ、今回ねデザインが変わりましたということで、まあ、特典とかはね、まあ、今までの動画でね解説しておりますので、気になる方はねそちら上の方のねアルファベットの i マークのとこを押していただくと見れるようにしておきますんで、そちらから見てください。ということで、こちらが、この縦の方がいいか、こうですね。JQ エポスゴールドカードの剣面です。どうでしょうか？いやー、結構かっこよくなったんじゃないでしょうか？どうでしょうか？で、番号もね、全部裏面にね、記載になりまして、表にはですね、このエポスとビザ、あと JQ カード。で、真ん中にまた JQ、これ2つ必要だったのかな。まあでもロゴとあれなのかな、カード名みたいな感じだったんですかね。はい、こんな感じになっております。いや、今までのね JQ エポスのゴールドカードあるかな、ちょっと待ってくださいね。ある、あ、そうか、でも見えるかな。あ、まあまあこれでいいかな。ちょっとねまたテーピングが必要になっちゃうんで、これでいきますかね。はい、これがね、今までの JQ エポスのゴールドカードで、こちらがね新しい JQ エポスのゴールドカード、結構変わりましたね。このエポスのねマークがねかなりちっちゃくなってね表示されるようになったんで、まあデザインが変わりましたんでね、いや結構かっこよくなったんじゃないでしょうか。こちらが古い方で、こっちが新しい方ですね。まあこれねゴールドカードはね結構かっこいいなと思うんですけども、まあ一般カードね見た方いらっしゃると思うんですけど、一般カードはねうーんっていう感じだったんですけども、どうですかね。こちらもぜひね思うことがありましたらぜひコメントいただきたいなと思うんですけども、こちらはね JQ エポスゴールドカードのね新しい剣面といった形になります。はい、ということで今回ですねレボリュートカードが金属製のねカードになりまして、実際にね到着しましたので開封とねレビューさせていただきました。いや非常にかっこよくていいですね。いや本当にね他の色もね見てみたいですし、これね、こんだけちょっとね、ゴールドをゴールドしてないんだったら、まあ、ブラックでもよかったかなっていうふうにちょっと思っちゃいますかね。まあ、いつかね、持ってる人いたら、ぜひ見せていただきたいですね。いや、でも、かっこいいです。まあ、今ね、キャッシュバックキャンペーンもね、行われておりまして、3月31日まで 5% 還元ということで、今ね、メインで使わせてもらってます。アメプラから au ペイプリペイドにチャージして、レボリュートですね。で、使わせてもらってます。ということなんで、しばらくね、こちらメインカードでやっていきたいと思いますので、いやー、いいですね。使えないところがないことを祈りながら、はい。ちょっとなんか金属製だとね、使えないみたいなところもあるそうなんで、今後ね、お世話になっていきたいと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。申し訳ございません。動画終わってしまいました。
すいませんね。あのね、カードの有効化ね、後でやりますって言ってたと思うんですけども、完全に忘れておりましたね。このレボリュートカードっていうのは、あのカード有効化しないとね、使えないって形になりますんで、一応ね、今までカード有効化ね、動画出してないと思いますんで、一応ね、やって、今回動画ね、終わりたいと思います。で、これにね、携帯の画面出しておきますけども、レボリュートカードのアプリをね、開いていただいて、はい。で、カードのところを確か押すと、はい、こんな感じでね、私はね、今回このスペースグレーのね、カードと、この金属製のね、メタルカードを、発行しましたので、このメタルカードを有効化ね、まあ、後であのスペースグレーもするんですけども、していきたいと思います。では、これをタップしていただいて、あ、この画面はスクリーンショットが撮れないのかな？ということなんで、ちょっとあれですね。あ、いけるかな？あ、ダメですね。ということなんで、これはスクリーンショットだったらいけるかな？あ、いけますね。では、ちょっとスクリーンショットでね、解説していきたいと思います。レボリュートカードのね、発送済みになってて、準備中になってると思いますので、これを有効化ね、していきたいと思います。カード有効化。ここをクリックすると、このね、レボリュートの番号をね、入れてくださいって言ってますんで、このね、裏面に、番号書いてありますんで、番号を入れていきたいと思います。はい、今ね、ピコってやったんですけども、この画面にね、戻りますんで、そしたらね、カード有効化してくださいっていう文字がね、消えてると思いますので、これでね、カード有効化されて、このね、メタルカードが使えるようになったっていった形になります。ということで、途中でね、動画終わってしまってね、大変失礼いたしました。ということで、今回ですね、レボリュートカードの開封とレビューと、一応ね、JQX ゴールドカードのね、券面ね、お見せさせていただきました。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。